マニサ県はトルコ西部エーゲ海地方の県。県都はマニサ。時計回りに北にバルケスイル、東にキュタヒヤ、ウシャク、南にデニズリ、アイドゥン、西にイズミルと接している。マニサには16の海自治体がある。スピルサン国立公園は豊かな森に覆われており、温泉やニオベーの泣き石、キュベレーの彫刻などで有名である。120以上の植物がこの地域原産であり、アネモネもその一つである。この国立公園はキャンプができるようになっている。サリフリのサルディスは古代リディア王国の首都であり、クロイソス王が治めた。この地域は幾度かの地震で崩壊し、現在に残る古代建築はいずれもローマ時代程度までしか遡れず、アルテミス宮殿と修復された学堂が残るのみである。その他、天然の鉱物で彩られたモザイクで巧みに装飾されたユダヤ教の礼拝堂などがある。現在のアクサヒルとして知られる古代都市、ティアテラにはヨハネの黙示録でアジアにあるとされる7つの教会のうち1つが見られる。現在この地域は重要な商業地区となっている。アラシェヒルの古都フィラデルフィアの後にも7教会のうちの1つが建っており、その他いくつかのビザンティン時代の教会が見られる。シンデリ村には人類の足跡の化石が残っており、これは紀元前50世紀から25世紀の間に付けられたと考えられている。クラ地域にはオスマン時代の風景を残す綺麗な街並みが残っている。ユアンとダグ、ゴード、クラ、デミージなどの地域ではカーペットやキリムが有名である。また、県内にはいくつもの温泉がある。ありがとうございます。